立花さん、風俗とか行ったら、セックスしたら多分好きになっちゃう。楓は？え？今何してんの？漫画は？あ、漫画家なりたいって言ってた。何冊か本出したい。え、すごい。母ちゃんめっちゃ可愛いな。どうせ金目当てで結婚したくせに。達也くんと一緒に行きたい。花火大会？私好きな人、あなた赤のタイ。みんな心に穴が開いてるんだよ。その穴を俺たちが埋めてやるんだ。どうしたばあちゃん？花火を一緒に見ると死ぬまで一緒にいられるんだって。それ今考えたでしょ。